こんにちは、ジャズドラマーの倉田です。プレスロール、こうやつですね。こういうやつについて、コツを教えてくださいということなんで、やっていきたいと思います。まずはですね、ロールっていうのはこういうプレスっていうのはコツはここね、これデーブ・エックリに教えてもらったんですけど、これこういうふうに普通叩いてるんですけど、ここキュッと押さえつけて、で最初に力抜いてるとここがすごい間が空くので、ギュッて押さえつけて、押さえつけすぎるとすぐ止まっちゃうから、その後すぐ力を抜く、でちょっと転がしてあげると一個一個が長くなります。これで3連符で、こういう風にこうガーってこう山になる、こういう感じをイメージすると特にこう滑らかな感じ。この最後のところはこう、これブレイキーの、僕あのアートブレイキージャズメッセンジャーズの最後のピアニストの、あのベニー・グリーンの授業を僕は学生の時取ったことあるんですけど、その時にこう言ってましたけど、こうバンってピークに対してこう当てる、これはまあブレイキーのやつを見ててもっていう風にギリギリまでやってるんですけど、ちょっとこう加工してクラッシュに落ちる、要は頭の音を、まあ、アロンゲンビディベティをやったんですけど、そういう時にはバーンじゃなくてダンみたいな感じ、こうこういう時はもう最後左手のこのデクレッシェンドするとこ任せちゃって、頭の音がこういう破裂音にならないようにシュワーンって広がるようにするためには、あとはこういうこのここの部分が3連の乗りか、さあ16、これはまあこの密度の違いなんで、自分の好きなようにその時の雰囲気によって密度を合わせます。そういう時のためにあのルーディメントが7とか9とか、11とか13とかそういうのを覚えるんですが、その感覚のどれをチョイスするかはそのテンポと、例えばこれぐらいだったらちょっと荒いのでの方がこう密度は作りやすいですよねっていう感じですね。だから一個一個ここをしっかりで、この名前プレスロールとかバズロール、バズっていうことですね。でプレスロールこう押さえて、あとオープンとクローズって話をすると思うんですが、オープンはこれがオープンで、まあこれがクローズなんですが、クローズっていうのは音のこれが途切れる前に先にこの、これがクローズだと教わりました。なのでこうバズロールでもこれだとオープンだし、まあ音色ではちょっとの違いだけど、こっちの方が滑らかに、要は右手の音が途切れる前に次の音が鳴っちゃうので、これをクローズだと習いました。なのでオープンのクローズっていうのは2だとか3だとか分かる数字じゃなくて、数がものすごいこういうプレスロールみたいに7つ目のやつになっててもで、オープンはできるし、クローズはその音がこう重なる感じだから、オープンだとこうこの音が終わったらこの音をやるだけど、このクローズっていうのはこういう風になってるのがクローズだそうです。以上プレスロールロールについてお話ししましたが、まあ僕がよく使うのは最後のところはこうふっと下がって落ちるのが僕は結構好きなので、左手がこう結構もうこういうので、ここでつなげると結構綺麗にあのクラッシュに迎えるかなと思います。以上でした。